皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は10月14日から10月20日までに発売予定の雑誌とムックボの付録合計23冊紹介していきたいと思います。10月15日スーパーマリオスーパースター&コインのガーランドライトスペシャルブック書店版とセブン限定版が発売されます。ご覧ください。スーパースターとコインが優しく光るガーランドライトです。スーパースターとコインが交互に4個ずつついております。お部屋のインテリアとしてはもちろん、就寝時の明かりやホームパーティーの装飾にぴったりです。点灯中にボタンを押すとゆっくり明滅する安らぎモードにもなり、リラックスタイムのお供に最適。またツリーのオーナメントとしても使えます。10月15日スーパーマリオハテナブロックポーチスペシャルブック書店版とセブン限定版が発売されます。ハテナブロックがシンプルで使いやすい大容量のポーチになりました。小物を入れて持ち歩くのはもちろん、インテリアポーチとしてガジェットや文房具などを入れるのにもおすすめです。同時発売のスーパースター&コインのガーランドライトをぴったり収納可能です。キッチンやデスクでも使いやすいサイズ、コスメや洗面用具入れにもちょうどいいサイズとなっております。10月15日スーパーマリオマリオの帽子ぬいぐるみポーチブックが発売されます。ご覧ください。マリオの帽子が手のひらサイズのポーチになりました。お出かけに持ち運んだりお部屋に飾ったりと、いつでもマリオをそばに感じられるアイテムです。ふかふかの見た目でインテリアとしてもぴったり。後ろ側からお菓子や小物などを収納可能です。ボールチェーン付きなのでバッグなどにつけることもできます。10月15日ブルボンからふんわりとした食感で粉雪のような口どけの冬季限定ケーキミルネージュが発売されます。クリームをサンドし、全体をホワイトチョコレートで包んだ円形のケーキです。上面には粉雪のようなミルネージュパウダーをふりかけ、ふんわりとした食感のケーキ生地、クリーム、ホワイトチョコレートが一体となったミルキーな口どけをお楽しみいただけます。10月15日、パピプペンギンズファンブックが発売されます。懐かしい80年代の国民的人気者が帰ってきました。テレビコマーシャルで一世を風靡したキャラクターパピプペンギンズのブランドムックがついに登場いたします。本誌限定の特別付録のレトロテイストな赤が可愛いカセットテープケースは、彦根のりお先生による書き下ろし両 A 面イラスト入りです。透明窓がついた取っ手付きのケースなので、思い出のカセットテープの収納はもちろん、推し活にコレクションボックスに小物の収納に様々な使い方ができます。こちらの付録でお部屋を素敵に飾ってみてください。10月16日素敵なあの人が発売されます。付録はニューヨーカー、収納力と迷子になりがちな小物の整理はお任せ、トートバッグ&バッグインポーチ豪華2点セットです。今年設立60周年を迎えた人気トラディショナルブランドニューヨーカーとコラボしたトートバッグとバッグインポーチの豪華2点セットです。トートバッグはコーデのアクセントになる今季のトレンドカラーブラウン、前面にはブランド設立60周年記念のスペシャルロゴ、よく出し入れするものの収納に便利な大ポケットを装備。メイン収納は雑誌も縦にすっぽり入る大容量です。ポーチはペンやリーディンググラスなどをさっと取り出せる外ポケットが4つ付いております。長財布も楽々収納、バッグインポーチとして仕切り代わりにもなっちゃいます。10月16日ブルボン創立100周年を記念したアンテナショップブルボンファクトリーが12月10日までの期間限定でオープンいたします。東京駅八重洲側の商業施設東京駅一番街の地下1階にある東京お菓子ランドイベントスペースに登場いたします。ぜひ行ってみてください。10月16日キプリング整理上手な8ポケット星柄キルティングバックブックが発売されます。ベルギー発の人気バッグブランドキプリングからキルティングバッグの新作が登場いたします。滑らかなカーブが印象的なハーフムーン型で、ブランドロゴがモチーフの星柄キルティングもアクセント。雑誌が楽々入る大容量で、間口が広い分荷物を出し入れしやすいのも嬉しいポイント。フロントポケット1つ、サイドポケット2つ、背面ポケット2つ、内ポケット3つの合計8つのポケット付きで収納力は抜群。ショルダーストラップの長さを調節すれば、ワンハンドルバッグとしてもショルダーバッグとしても使えます。使い勝手にとことんこだわった多収納なバッグ、ぜひお見逃しなく。10月17日ビストが発売されます。付録はエリクシールトータル V ファーミングクリーム 5g 約2週間分が付いてきます。
そしてビストは特別版も発売されます。付録はエリクシールトータル V ファーミングクリーム 5g 約2週間分、ジェニステクニクス美容液アイライナーとなっております。10月17日、プーマ 2way ビッグトートバッグブックスペシャルパッケージが発売されます。ご覧ください。ブラックボディにホワイトのプーマロゴが入ったかっこいいバッグは、トートとしてもショルダーバッグとしても使える便利な 2way 仕様です。ジップ付きのフロントポケットは大容量でスマホなどたっぷり入ります。メイン収納はジップ付きで4つの内ポケットで、荷物の整理もスムーズにできますよ。大容量なので通勤通学旅行アウトドアなど様々なシーンで大活躍のバッグです。10月17日、プーマ10ポケットショルダーバッグブック書店版とスペシャルパッケージが発売されます。こちらもブラックボディにホワイトのプーマロンがおしゃれなショルダーバッグ登場です。全部で10個のポケット付きで、荷物の整理も楽々。外側にはスマホが入るメッシュポケット、フロントポケットはガバッと開くので中に入れたものが見やすくて便利。メイン収納には内ポケット3つ、ペットボトルもしっかり入るサイズ感です。シンプルなデザインでどんなスタイルにも合わせやすく、ユニセックスで使えるアイテムとなっております。10月18日、パンダのおさじとフライパンダ絵本そのままポーチブックが発売されます。柴田恵子さんの人気絵本パンダのおさじシリーズから、パンダのおさじとフライパンダがそのままポーチになりました。ジップの引き手や裏地など細部までこだわったポーチです。ポイントは、裏地は呪文を唱えているクーさんの総柄、ジップの引き手はおさじのマークを型押し、内側の両面には入れているものが分かりやすいメッシュポケットが3つ付いております。子供とのお出かけポーチとして、手芸ポーチとして、コスメポーチとして、文房具ポーチとしてなど大活躍間違いなしです。10月19日、リンネルが発売されます。付録はムーミンマルチに使える4種のフラットポーチセットです。出ました、ムーミンの豪華フラットポーチ4点セット。一番大きいサイズのポーチはクッション性があり、タブレットなどを入れるのにも便利。2番目のサイズはコスメ、パスポートや通帳も入ります。3番目はカードケースにぴったりなサイズ。一番小さいポーチは薬やアクセサリーなどを収納するのにも重宝します。そしてリンネルは増刊号も発売されます。付録はムーミン大人上品なジャガード折りガマ口ポーチです。ご覧ください。ムーミンさんたちとリトルミーさんの柄をジャカード織りで表現した大人上品なデザインのガマ口ポーチです。持ち歩きたいコスメや小物の収納に便利なサイズです。コスメ以外にもペンやメモなど文房具を入れるのにもおすすめです。バッグの中が華やかになるポーチで、ガマ口なので中が見やすいのがいいですね。大人シックな色味の裏地もポイントとなっております。10月19日、ムーミンインテリアに馴染むムーミンふかふかクッションブックとリトルミーふかふかクッションブックが発売されます。置くだけでおしゃれ、かわいい、抱きしめたくなるムーミンさんとミーさんのクッションが完成です。ふかふかで気持ちいい触り心地やふさふさの尻尾、ミーさんらしいいたずらな表情などがかわいい見た目も癒し効果抜群のクッションは、シンプルなモノトーンなのでどんなインテリアにも馴染み、置くだけでおしゃれな空間になります。ソファーや椅子の背当て、ちょっとした枕代わりなど、いろんな用途にちょうどいいサイズ感なので、癒しが欲しいリラックスタイムに使ったり、やる気を上げたいデスクワーク中に使ったり、お部屋の中や車内などどんな場所にも馴染みます。このクッションがそばにあるだけでほっこり温かい気分になれそうですね。何気ない日々に特別感を与えてくれる便利で可愛いクッションとなっております。10月19日、ノンノが発売されます。通常号は表紙鈴木優香、閉じ込め付録として INI、アイリット、両 A 面厚紙フォトカードが付いてきます。そしてノンノは増刊号も発売されます。表紙がアイリット、閉じ込め付録として INI、アイリット、両 A 面厚紙フォトカードが付いてきます。さらにノンノは特別版も発売されます。表紙が INI、閉じ込め付録として INI、アイリット、両 A 面厚紙フォトカードが付いてきます。いかがだったでしょうか。ここまで10月14日から10月20日までに発売予定の雑誌とムック本の付録合計23冊紹介してきました。来週もバッグ、ポーチ、美容アイテム、ブルボンなど多数登場してきます。気になるアイテムは早めにチェックしてくださいね。
購入した付録は随時開封レビュー動画を上げていきますので、ぜひ参考にしてください。そして X、Instagram でも付録情報を発信しておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。動画のグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。